フランクル・ロア・チャンスはアメリカ合衆国カリフォルニア州フレズの出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。1906から1908年のカブスのリーグ3連覇を支えたダブルプレートリオの一人であり、監督である。1898年にカブスに入団。当初は主に星として試合に出ていたが、1903年頃からは主に一塁を守るようになる。 それに伴って、打率も上昇し、同年から1906年まで4年続けて、打率3割をマークする。1905年途中から、フランクセレーに代わって、チームを率いる監督兼任選手となる。チームは1906年から1910年まで、リーグを4度制覇、ワールドシリーズも2度制覇する。1906年には、メジャーリーグ記録となる。 レギュラーシーズンでの116勝を挙げ、チームの牽引役であったチャンスは、ザッピアレスリーダーと呼ばれるようになる。1910年のワールドシリーズ第3戦では、シリーズ史上最初の退場者となった。1913年から2年間は、ニューヨークヤンキースの監督を務めたものの、チームは上位に浮上できず、1914年途中で、監督を退く。長いブランクの後、 1923年にレッドソックスの監督を1年だけ務める。監督を退いた翌年の1924年にロサンゼルスにて高い。1946年ベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出された。かつてのダブルプレートリオであるジョーティンカー、ジョニー・エバースともに3人揃っての選出であった。順位は年度最終順位。 ありがとうございます。